デュオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと？私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえば、お前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕は当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リンメル、それは心配せずとも、戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。考え込んだりして何か問題事か？いや、君たちの礼儀作法についてな。礼儀作法？ああ、率直に言って君たちの不作法ぶりはいささか目に余る。率直すぎるだろ。っていうかそれ今必要な話かよ。私からすると不作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。そう言われても、奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああそうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でもキサラは一通り習得している。この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですが、メナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。いや、そこまで固い話をしているわけじゃん。以後は気をつけるとしよう。それはそれとして、礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ、堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか、君はどうだロウ。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメか。諦めないのですね。みんな
ちょっと待ってくれ。どうした？まだいけるぜ。鎧が重いんだ。少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサールの主婦ニズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は。あいつ何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ、なぜ戦う。お前は誰なんだ。クーハ絶頂でいいんだ。ヤマタのオーラ。どこまでだ。どこだ。あげろ。はい、やろう。ここで決めてやる。試練滅天と。
貴様は…アルペル！シオン、おい、シオン！アルフ…シオン！掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫、大丈夫だから。なんとか急所を外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきのは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある、お前は違う。違わないわ。それに私は、なんでもないわ。ただありがとう。俺は、何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン？いや、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな、シオン。本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか？アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なあ、さっきの戦いで受けた傷、もういいのか？ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって、得て増えてったもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？あ、俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろう。気遣いは感謝するわ。
でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。違うんだ、俺はただ中心の位置が絶妙だな。まだまだ知らない生き物がいるな。敵のことを書いているのか。うん、観察してみると結構面白いんだ。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。
それと武具も。ああ、助かるキサラ。なんかキサラなんだかんだ言いつつデュオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロ、お前の服穴が開いていたのを繕っておいた。な、ああ、悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというか、していないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないというなら、当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの。面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくてもいきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。どんなもんよ。キサラ、少し話をしたい。盾の手入れか、慣れたもんだな。この衛兵になったばかりの頃兄さんに仕込まれた。それからずっと習慣になっている。キサラと話すといつもミキウダの話が出てくるな。他に身寄りもない二人きりの兄弟だからな。兄さんは私の目標で、憧れで、理想だった。この衛兵団に入った時もラギルはいい顔をしなかったが、兄さんは歓迎してくれた。ラギル、確か僅差の猫でミキウダの副官を務めていたよな。そうだ。頭が切れる上に現実的、夢見がちな私とは正反対だな。キサラは理想を信じているだけだろ。実を言えばそれも兄さんの影響でな。兄さんはいつも私が笑顔でいられるように工夫してくれた。妹思いだったんだな。それだけじゃない。兄さんは私や周囲の手本であるためにいつだって努力を惜しまなかった。私が眠ったと思って家を抜け出し、町外れで体を鍛えていたこともあった。よく知っているんだな。寝たふりをして後をつけたからな。え。いい機会だ。今日は兄さんがどれだけ努力の人だったか聞かせてやろう。長い話になりそうだ。見張りは任せておけ。忘れ物はないか。うわって。こっちじゃないな。
てはな。分かってる。だからどうぞ。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。私に任せて。やらせない。受け付けた俺の槍を。決めて。さあ行って。裏切ろう。やりすぎた。これくらいがちょうどいい。私に任せて。攻撃に出る。決めて。行って。裏切ろう。今度は冷たくないのがいいんだが。悪いけど我慢してよ。どうだって。本当にここなのか。荒れ放題じゃないか。ミハグサールの主婦ニーズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね、建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿は見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話。フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった。間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。ひどいありさまだな。壊されたのはつい最近みたいだな。でもそれならダナ人もレナ人もここに住んでた人たちはどこに行っちゃったんだろう。もし本当にダナ人が蜂起を起こして勝利したのだとしても、誰もいないというのは不自然ね。この瓦礫、レナの精霊術の仕業か。どうかな。それにしては壊れ方が画一的すぎる気もする。リンデル、さっきの漆黒の翼の話、悪い王を退治するのは炎だったな。うん、そうだよ。炎か。あ、そう言われりゃ焦げたような跡もあるな。誰か見つけて話を聞ければ早いんだがな。道すがら探してみよう。デュオハリム、昨日火の始末を忘れてたぞ。火の始末。ああ、火を消すということか。ちゃんと消しておかないと火事の原因になる。なるほど、申し訳なかった。気をつけよう。なんか自分で火を消すって発想自体がないって感じが。それより上着の留め金が外れかけていますよ。ああ、試したのだがどうもうまくはまらなくてね。呆れた。レナって身支度もろくにできないの。スルドは身の回りのほとんどを世話係が行うからな。不慣れなのは仕方ないといえば仕方ないんだ。だとしても少し度が過ぎる気がするわね。確かに同じレナ人でも
シオンは誰かの世話なんて必要としないもんな。私の場合はそうせざるを得なかったというのもあるけど、だとしてももう少し自分でできるようになるべきだわ。うん、具体的に何を覚えればいいのかな。まずそうですね、服の着方、靴の履き方、髪の整え方、私物のまとめ方、それから世話係っていうより母親みたいだ。ああ、そういえばリンウェル、君のフクロウだが。何？羽の生え変わりの時、その抜けた羽を譲ってはもらえないだろうか。そんなものどうするんだ。それで作った枕は最高の寝心地らしい。最近どうも寝つきが悪くてね。やっぱりレナなんて大嫌い。何かまずかっただろうか。とりあえず身の回りのことより先に空気を読むことを覚えてください。